今回は、視聴者さんのコメントから、行きたいお店を選択しました。カツ丼協会いわき支部として、行かねばならぬ。お昼時に、金水さんに到着、駐車場は、ほぼ満車状態。すごい人気のお店さん。外装の作りから、高級な雰囲気が。自分のお家の庭に欲しいと思っていた、獅子おどしがあります。お店の入り口には工芸品が飾られています。ワクワクしながらの入店。店内に入ってびっくり。展示品がたくさん置かれています。中には、販売されている作品も。待ち時間を有意義に過ごせます。また、高級感あふれる、店内の作りに惚れ惚れ。接客も、おかみさんの気配りが素晴らしく、居心地が良かったです。店内は、広々としていて、グループや家族でお邪魔するのに、ぴったりなお店さん。席は、お座敷とテーブル席があり、自分と友人は、テーブル席にお邪魔しました。気になるメニューは、カツ重到着です。視聴者さんが美味しいと、絶賛していたので、すごい楽しみです。お味噌汁の蓋もオープン。大好きなカツからいただきます。カツのジューシー食感に、卵がめちゃくちゃ合います。ナイスコンビネーション。重箱ならではの美味しさが、ご飯から伝わってきます。カツ丼、カツ重に合う、三つ葉も入っています。食べるたびに、カツの柔らかさに惚れ惚れ。漬物いただきます。きゅうりのポリポリ食感に、たくあんのポリッと食感、漬物ごちそうさまでした。漬物効果で、ご飯が進みます。お味噌汁いただきます。しっかりと出汁が効いていて、具材からも美味しさが伝わってきます。お味噌汁ごちそうさまでした。
ラストのカツいただきます。毎度のごとく、ご飯が残ってしまいましたが、タレと卵のツートップで美味しくいただけそうです。ここから綺麗にごちそうさましなくては。カツ重、ごちそうさまでした。ラストに、冷ややっこいただきます。醤油を、ネギとかつお節とわさびが、冷ややっこに合います。冷ややっこごちそうさまでした。金水弁当到着です。お店のおすすめの一品。また、天ぷらと焼き魚が選べるみたいです。自分は天ぷらを選択しました。ご飯もがっつりあります。ありがたき幸せ。お味噌汁に、冷ややっこに漬物、さらに、茶碗蒸しまで、豪華すぎるお弁当に感動。何から食べたらいいのか、迷っちゃいます。煮物からいただきます。椎茸の肉厚感に、煮汁が口の中に広がります。ブラボー。次に、タケノコをいただきます。インゲンも入っています。一品一品の美味しさにほっこり。芸術作品と言える人参。お麩もあります。食べるのが楽しくなってきます。口の中にめちゃくちゃ煮汁が広がります。デリシャス。かぼちゃの甘みも最高。煮汁がたっぷりと染み込んでいる、高野豆腐いただきます。煮汁の美味しさに感動、煮物ごちそうさまでした。続いて、刺身いただきます。醤油をつけ、マグロの刺身いただきます。適度な柔らかさに、さっぱりとした甘み、たまらん美味しさ。刺身効果に、エビチリ麺、ガツガツご飯が進みます。続いて、タイの刺身いただきます。柔らかく、身の美味しさが、口の中で広がります。ブラボー。カンパチの刺身も、醤油につけていただきます。脂が乗っていて、うまうまです。刺身の美味しさからも、ご飯が進みます。ラストの刺身、カンパチいただきます。レモンと醤油のダブルパンチの美味しさに感動。妻ごちそうさまでした。ただいまカメラの調整中。気を取り直して、いただきます。普段食べれないものが、たくさん揃っている、素晴らしいお弁当。だし巻き卵いただきます。口の中で、じゅわっとだしが、デリシャス。お客さんの注文を聞いていると、金水弁当の人気が伺えます。一品一品の美味しさからも、ご飯が進みます。しめじいただきます。エビのプリッと感、ブラボー。
天ぷらいただきます。ウドの葉の天ぷらのサクサク食感、激うま。続いて、ナスの天ぷらいただきます。カリッと中はジューシー、天つゆの美味しさも感じられ、たまらん美味しさ。天つゆをたっぷりつけて、エビの天ぷらいただきます。エビのプリプリ食感に天つゆのコンビネーション、もう最高。ラストにキスの天ぷらいただきます。ふっくらサクサクでうまうまです。天ぷらごちそうさまでした。天ぷら効果で一気にご飯が進みます。ご飯ごちそうさまでした。漬物ごちそうさまでした。本日2杯目のお味噌汁いただきます。毎日飲みたいお味噌汁。お味噌汁ごちそうさまでした。冷ややっこいただきます。冷ややっこごちそうさまでした。ラストに茶碗蒸しいただきます。出汁の美味しさが素晴らしく、ガツガツスプーンが進みます。具材もかまぼこ、しいたけ、鶏肉、銀杏が入っています。茶碗蒸しごちそうさまでした。友人の注文は金水弁当の焼き魚の方を選択しました。たくさんの小鉢に一品一品の美味しさに大満足と、またボリュームもすごいと絶賛していました。カツ重と金水弁当、どちらも美味しく、老舗の味に大満足。すごいと思ったのが、満席の状態が、自分たちがお邪魔してから、帰るまで、続いていたということです。そのことからも、地域の人に愛されているお店さんだと実感しました。では、今回はこのあたりで失礼します。